はい、こんにちは。独身で将来不安な方のためのビジネスコンサルタント、マヨネーズ好きマーヨンです。え今回はえ、ゲンダマっていうこの自己アフィリエイトですねえ。自己アフィリのポイントを交換するっていうことで動画を撮っていくんですが、えっと、ゲンダマの、えーま、iPhone ですね。私は携帯で。 iPhone で、まあ、ポイントを交換をするっていうことで取っていきます。で、こちらの、まあ、ゲン玉って自己アフィリエイトでね、クレジットカードとか、まあ、いろいろ作っていただけるので本当におすすめなんですけれども、例えばこのエポスカード、はい、これだったら5万7000ポイントになるんですが、えこれゲン玉に関しては10ポイントで1円です。なので、これを作ったら5700円。 ついいててくるっていうことですでこの5,700円ついてくる現ン玉にポイントが貯まるんですけどもここですね今現在私は1万 9, ポイントありますで、えー、なんで円に換算すると1,965円なんですね。で、えー、これはちょっとね何回か私引き出してたりしててここの「通帳」っていうところを押していただくと、えー、履歴が出てきます。 そして、この真ん中にある、これですね、このポイントを交換、交換っていうところを押していただきます。はい、そしたら、あここにね、前あったやつは交換したギフトコードを確認っていうのがここで出てくる感じですね、はい。で、Amazon のギフト券であったり、iTunes のギフトなんかにも買えれるんです。これは手数料無料,無料となってるので、まあ、ぜひぜひこれはね、 変えてていいいいいいただいてもいいんじゃないかなかと思いますで現金に変えるにはこちらにも書いたんですけれども現金に変えるんであればポイントエクスチェンジっていうのを作っていただかないといけませんでポイントエクスチェンジって何かというとここにあるこれですねポイントエクスチェンジでこれは現金ウェブマネーギフト券などに変えていただけます、まあ、300円からっていうことなんですが手数料は49円からになってます。 で、あとは注意事項としては、この、現ンから交換するのに、1日に交換できるポイント数の上限っていうのがあって、1万円分ですね。まあ、10万ポイントとなってます。はい。では、まあ、ポイントエクスチェンジ、今回は、現金変えていこうということで、ここに交換っていうのを押していただきます。で、押していただくと、えー、これですね。今、交換可能ポイントも出てきてて、えー、こちらが、 こういうふうに、まあ、300円から500円分っていうのがこれが邪魔だなはいこういうふうに300円分500円分1000円分と出てきてますので、えー、とー今回はじゃあ1万ポイントいきますかねはい完了っていう形で押しますでここの注文内容を確認はい 押していただくとポイントエクスチェンジの、えー、現金に変えるっていう形でポイントエクスチェンジを作っていただかないといけないんですよね登録もしていかないといけませんで、まあ、交換手数料が月1回無料になりますっていうことで交換ですね1万ポイントをじゃ、えー、ポイントエクスチェンジへ交換します交換完了しましたっていうことでですね、えー、この ポイントエクスチェンジに私一回移動していきますね。はいでは、えー、現在のポイントは8,300ポイント入ってるっていうことでこのポイントエクスチェンジは1ポイント1円です。なんで今は8,300円入ってるっていう形なんですが、えー、これの中でじゃあ現金に変えますポイントを使う、まあ、現金に変えますっていうことですと、えー、これですね。ゆうちょ銀行とか えー、三井住友銀行楽天銀行ジャパンネット銀行とかがあるんですけどもそうですねちょっと一個ずつ見ていってもらうと分かるんですがゆうちょ銀行とかであれば手数料が円かかってきますあとは、まあ、1万ポイントごとっていう形になりますね。なんで私はあのー、今できませんね8300円8300ポイントなんでね入ることがこれに変えていただくことができません。 で三井住友銀行も1万ポイントで195ポイントの手数料がかかってきますジャパンネット銀行が100円かからないですね93ポイント一番安かったのがこれですね住友の SBI ネット銀行が82ポイントだったんですけども、えっと、銀行銀行にお金を振り込むっていうのであれば、えー、1万円以上じゃないとできないんじゃないかなと。 はい1万ポイント以上ですね、皆さん。これは1万ポイントで交換するっていう形です。で、ここ現金なんですが、これが電子マネーですね。電子マネーもいろいろありますね。ここに、つたやとかにも買えれるし、ななことか、これはコンビニとかで買い物ができるようになるんじゃないでしょうかね。電子マネーの交換、携帯電話認証が必要ですって書いてますね。で あとは、じゃあ、商品券、商品券とかであれば、図書カード、クオカードとか、ハーゲンダッツとかもありますね。ハーゲンダッツギフト券は100ポイント、あ送料が100ポイントかかっちゃいます。で、えー、ここですね、1400ポイントから7700ポイント。 7700ポイントまで交換ができてこの下に配送住所とか、まあ、情報を入力していくっていうことなんで、まあ、名前とかが入ってます、はい、商品券ポイントは ANA のマイルとかに使えるんですねはいこれもなんか携帯番号がいるみたいですでここの募金 募金もでできるんですよね。これ熊本自身のポイント募金っていうことで、まあ、寄付をできる寄付ができるっていうところですねまあこういうふうに、えっと、銀行にまあ現金を入れ,入れるっていうかもうそちらに入れるんであれば1万円以上からとなってしまうんですけれどもポイントエクスチェンジっていうのを作っていただく必要があるっていうところです。あと現は、は、えー、このの、金ではなくって ね、カードとかアマゾンのギフトカードに変えるっていうんであれば簡単にできますし、まあ、現金もこういう風にポイントエクスチェンジ作ったら簡単に交換できますので、はい、そちらでねもう私も初めで5万ほど稼ぎましたし簡単なんですよね。で実際に私の知り合いはクレジットカード24枚作って20万円稼いでる人もいるんですよ。なんで、まあ、そういった風に あの、自分でちゃんと自己アフィリエイトって無料でできるんですよ。無料だからこそやらないっていう人がいるんですが、やっぱり自分でやってみることっていうのは大切だと思います。で、これは友達に紹介とかもできますよね。これ、友達に紹介したら、えっと銀魂に関してはなんか何百円って入ってきたはずなんですよね？ で、まあそういった風に友達を増やすっていうのもいいと思いますし、まあいろんな使い方がありますから、そちらでね、ご登録いただけたらと思います。で、今回は、まあゲンダマについてっていうことでお伝えしましたけれども、またいろんな最新情報を、えー、動画で撮っていこうかなと思ってますので、えー、ぜひ、マイチャンネル登録、あとはコメントもいただけたら嬉しく思います。で、LINE アットも、バンバンと、 LINE アー登録者限定の方だけに、まあ、情報とかも流してますので、はい、そちらもご登録ください,、はい。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。